皆さんこんにちは。いつもプラモの時間をご覧いただきありがとうございます。本日は最近習得したデカールの作り方を動画にまとめてみましたので、よろしければお付き合いください。今回の動画内容としては、画像編集ソフトギンプを使用し、配給パーツのクリアデカールで制作する内容となっています。また今回の制作方法では、ホワイトカラーの部分は透明で出力されますので、あらかじめご了承ください。ホワイトカラーでの印刷方法はまた別の方法となりますので、後々チャレンジしていきたいと思います。それでは早速制作開始。まずはじめに準備しておくべきものとして、パソコン、画像編集ソフトである GIMP のダウンロード、配給パーツのクリアデカールの3点を準備します。お手持ちのパソコンで GIMP と検索し、ソフトをパソコンにダウンロード、セットアップまで完了させます。クリアデカールに関しては Amazon などでポチりましょう。次に画像編集ソフト GIMP を開き、デカール制作専用のテンプレートを作っておきます。今回印刷する配給パーツのクリアデカールははがきサイズとなっていますが、GIMPにははがきサイズのテンプレートはありませんので、今後どんどんデカールを制作するのであれば、テンプレートを準備しておくのがベストかと思います。テンプレート制作手順としては、ウィンドウ、ドッキング可能なダイアログ、テンプレートを順に選択し、新規テンプレートをクリック、名前にはハガキなど自身が分かるよう記入し、幅を1748、高さを1181と記入、詳細設定で水平解像度と垂直解像度を300と記入、向きはお好みで横向きか縦かを選び、 OK を押し、テンプレートの制作が完了です。続いて先に作っておいたテンプレートを使用し、デカールのデータを作っていく方法の説明となります。僕自身がデータを制作する際、3つの制作方法があり、1つ目がネットから画像データを拾ってきてデータにする方法。こちらの方法は、例えばトヨタのエンブレムをデータにしたいなど、すでに存在する画像をデータにしたい場合におすすめの制作方法です。ネットで拾った画像をダウンロードし、そのままGIMPへドラッグ。二つ目が、手持ちのキットに付属しているデカールをプリンターなどで PDF 化し、パソコンに取り込みデータにする方法。こちらの方法は、例えば制作しようとしているキット付属のデカールが傷んでいて使用できそうもない場合におすすめの制作方法です。付属のデカールをプリンターで PDF データにし、パソコンへ転送後、そのままGIMPへドラッグ。3つ目が、直接テキストデータを制作する方法。こちらの方法は完全オリジナルで制作したい場合の制作方法で、テキストのみとなります。制作例としては、例えば別の動画となりますが、 RX7 の制作にて用いた例で説明しますと、リアの SE リミテッドのエンブレを削ぎ落とし、ネットで画像を拾いデカールにするつもりが、探しても見当たらなかった時にフォントを似せテキストでデータを作成。対象物と全く同じになることは難しいかと思いますが、似せることはいくらでもできますので、ないものは作ってしまえ精神で制作してみました。次にデータ作成時の操作方法をご説明します。まずはデータの移動に関して、画像データ、テキストデータともに移動させたいレイヤーを選択し、ウィンドウのメニューより、ツール、変形ツール、
移動、もしくはツールボックスのツールアイコンを選択することで移動ができます。次にデータの拡大縮小に関して、個人的に事前に設定している箇所として、画面最下部の表示のある表示単位をピクセルからミリメートルに変更。こうすることにより定規などを用いて手持ちのデカールと比較したときにジャストサイズでデータを作成することができます。拡大縮小の方法としては、画像データ、テキストデータともに拡大縮小させたいレイヤーを選択し、画像ウィンドウのメニューより画像、画像の拡大縮小、もしくはツールボックスの拡大縮小を選択で拡大縮小ができます。続いてデータのコピー方法です。画像データ、テキストデータともにコピーさせたいレイヤーを選択し、右クリック、レイヤーの複製でデータのコピーができます。他にもデータとデータを統合することなど、いろんなことができます。次にテキストの記入方法です。ツールボックスのテキストツールアイコンを選択、もしくはメニューバーからツール、テキストを選択することでテキストを記入することができます。他にも作成したテキストを縁取りしたり、さまざまな加工ができますのでお試しください。次に完成したデータの保存方法となります。外部出力する際 PDF データとして保存する方法となりますが、方法としてはメニューバー、ファイル、名前をつけてエクスポートをクリック、次に画像をエクスポート、ウィンドウの左のパネルから保存先を選択、次にホニャララ PDF と入力、ホニャララには好きなファイル名を入力してください。次にエクスポートをクリック、次に画像をエクスポート PDF、 ウィンドウでエクスポートをクリック。これで指定した箇所へPDF 形式で保存することができました。セブンイレブンのコピー機など、外部出力する際は、この保存したデータを USB などに移動させておきます。続いて、印刷方法となります。個人的にはセブンイレブンでしか印刷をしたことがないので、セブンイレブンのコピー機を使用した印刷方法をご説明いたします。データが入った USB とクリアデカールを持ち込み、コピー機に50円を投入。次にマルチコピー機のタッチパネルでハガキプリントを選択。次に持ち込みハガキを選択。次に画面の説明に従いトレイを操作し、持ち込んだクリアデカールをセット。次に画面の指示に従って USB をセット。次にプリントするファイル、上記で保存したデータを選びます。次にコインでお支払いかナナコでお支払いを選び、プリントスタート。これで無事印刷ができるかと思いますので、あとはさっさと帰ってデカールを貼り付けてみましょう。デカールを貼り付ける際は、キット付属のデカールのように一つ一つのデータに区切りがないので、貼り付けたい部分のみカットし、ぬるま湯につけ貼り付けてみてください。デカールを自作できることにより制作の幅も広がるかと思います。個人的には他に完全なるホワイトデカールの印刷にも挑戦してみたいと思っています。以上が僕が行っているデカール制作方法となります。いやー、模型って本当にいいものですね。それでは良き模型ライフを。ご視聴いただきありがとうございました。
さよなら、さよなら、さよなら。